Ready?秘密戦隊ゴレンジャー、記念すべきスーパー戦隊シリーズ第1作、赤レンジャー、青レンジャー、キレンジャー、ミドレンジャー、モモレンジャー、ベルトもそれぞれのマスクと同じポイントが入っていておしゃれです。バンバラバンバンバン。ジャッカー電撃隊、モチーフはトランプのサイボーグ戦隊、スペードエース、ダイヤジャック、ハートクイーン、クローバーキング、ビッグワン。ビッグワンは青レンジャーと同じ宮内博さん。ツッコメ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 、ヘイ。バトルフィーバー J、 モチーフは国とダンス、バトルジャパン、バトルコサック、バトルフランス、バトルケニア、ミスアメリカ。あのマーベル社との提携によりミスアメリカの名前を使用。ミスアメリカ、イエーイ。電子戦隊デンジマン、頭に電磁メカがきらめいています。電磁レッド、電磁ブルー、電磁イエロー、電磁グリーン、電磁ピンク。電磁郎さんのテレビにこの主題歌が使われていますね。電磁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 おー。太陽戦隊サンバルファン、シリーズ初の動物モチーフ、バルイーグル、バルシャーク、バルパンサー。途中からまさかのレッドが2代目に交代。イーグルシャークパンサー、ゴーグルファイブ。大戦隊ゴーグルファイブ、モチーフは古代文明、新体操、宝石。ゴーグルレッド、ゴーグルブラック、ゴーグルブルー、ゴーグルイエロー、ゴーグルピンク。新体操のリボンやフラフープで戦うのがかっこいいです。ゴーグルレッド、ゴーグルブラック、ブルーイエローピンク。科学戦隊ダイナマン、科学とダイナマイトのスーパー戦隊。ダイナレッド、ダイナブラック、ダイナブルー、ダイナイエロー、ダイナピンク。スーツが野球のユニフォームっぽいのは企画当初は野球を題材にしていた名残です。爆発、爆発、超電子バイオマン。超電子バイオマン、モチーフは科学テクノロジー。レッド1、グリーン2、ブルー3、イエロー4、ピンク5。シリーズ初の女性2人の戦隊です。バッドバイオクラッシュアウト。電撃戦隊チェンジマン。電撃戦隊チェンジマン、モチーフは幻獣。チェンジドラゴン、チェンジグリフォン、チェンジペガサス、チェンジマーメイド、チェンジフェニックス。タンクトップに見えるとか言ったやつ表出ろ。おチェンジチェンジチェンジ。超新星フラッシュマン、モチーフはプリズムと星。レッドフラッシュ、グリーンフラッシュ、ブルーフラッシュ、イエローフラッシュ、ピンクフラッシュ。子どもの頃に宇宙人にさらわれた5人が主人公。フラッシュ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 、忘れたのさ。光戦隊マスクマン、モチーフは気候。レッドマスク、ブラックマスク、ブルーマスク、イエローマスク、ピンクマスク。レッドと敵幹部の妹が恋に落ちるラブロマンス。戦う君は美しい。超獣戦隊、超獣戦隊ライブマン、モチーフは動物。レッドファルコン、イエローライオン、ブルードルフィン、ブラックバイソン、グリーンサイ。レッドは突っ張ることが男のの島大輔さん。ギラリ戦えんライブマン。高速戦隊ターボレンジャー。高速戦隊ターボレンジャー、モチーフは車。レッドターボ、ブラックターボ、ブルーターボ、イエローターボ、ピンクターボ。実はゴレンジャー以来の何々レンジャー。ターボ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 。地球戦隊ファイマン。地球戦隊ファイブマン、頭には理科、体育、国語、算数、音楽をイメージしたマークがあります。ファイブレッド、ファイブブルー、ファイブブラック、ファイブピンク、ファイブイエロー。全員教師でかつ兄弟という斬新設定。君は僕の未来だから。超人戦隊ジェットマン。超人戦隊ジェットマン、
モチーフは鳥、レッドホーク、ホワイトスワン、イエローオール、ブルースワロー、ブラックコンドル。メンバー内で三角関係が起こり、恋の行方も気になります。ジェットジェットジェットマン、君の胸に。恐竜戦隊ジュレンジャー。恐竜戦隊ジュレンジャー、モチーフは恐竜などの古代生物。ティラノレンジャー、マンモスレンジャー、トリケラレンジャー、タイガーレンジャー、プテラレンジャー。アメリカのパワーレンジャーもここから始まりました。ジュレンジャージュレンジャー、永遠の戦士たちよ。五星戦隊大レンジャー。モチーフは中国拳法の幻獣。竜レンジャー、獅子レンジャー、天魔レンジャー、麒麟レンジャー、鳳凰レンジャー。名乗りポーズの難しさは戦隊シリーズ随一。気力転身変幻自在。忍者戦隊かくれんじゃ。モチーフは忍者。忍者レッド、忍者ホワイト、忍者ブルー、忍者イエロー、忍者ブラック。ブラックはケイン小杉さん。マンガン8000。タッ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 タ151億円と歴代トップクラス。ダッシュダッシュオレンジャー、ダッシュダッシュオレンジャー。激走戦隊カーレンジャー。激走戦隊カーレンジャー。モチーフは車。レッドレーサー、ブルーレーサー、グリーンレーサー、イエローレーサー、ピンクレーサー。全員自動車会社に勤務しており、レッドの給料は税込みで19万3000円。カーレンジャーカーレンジャー、熱いハートで走れ。メガレンジャー。電磁戦隊メガレンジャー。モチーフはデジタルワールド。メガレッド、メガブラック、メガブルー、メガイエロー、メガピンク。メンバー全員高校生。シリーズ初の携帯電話で変身します。行くぜメガ、凍るぜメガ、雪が伸び上がってく。星獣戦隊ギンガマン。モチーフは作品オリジナルの動物。銀河レッド、銀河グリーン、銀河ブルー、銀河イエロー、銀河ピンク。この作品以降、スーパー戦隊の何々マンが登場しなくなりました。銀河を貫く伝説の刃。救急戦隊救急戦隊ゴーゴーファイブ。モチーフは人命救助。ゴーレッド、ゴーブルー、ゴーグリーン、ゴーイエロー、ゴーピンク。1999年ということで、ノストラダムスに関する話もいっぱい。レスキューソルジャー、もっと早く。未来戦隊タイムレンジャー。未来戦隊タイムレンジャー。モチーフは時間。タイムレッド、タイムピンク、タイムブルー、タイムイエロー、タイムグリーン。ピンクが仮面ライダーギルスと結婚してたと知った時は衝撃でした。絶え間なく永遠を時計が刻むなら。百獣戦隊ガオレンジャー。百獣戦隊ガオレンジャー。モチーフは動物。ガオレッド、ガオイエロー、ガオブルー、ガオブラック、ガオホワイト。主題歌の激しい声の山形幸男さんは昔、爽やかボイスで爆走兄弟レッツエンドゴーの主題歌を歌っていました。ガオラオ、ガオラオ。忍風戦隊ハリケンジャー。忍風戦隊ハリケンジャー。モチーフは忍者、動物、ハリケンレッド、ハリケンブルー、ハリケンイエロー、ハリケンブルーの美しさで何かに目覚めた人も多いのでは。この星を守るために受け継いできた秘密の力。爆竜戦隊アバレンジャー。爆竜戦隊アバレンジャー。モチーフは恐竜。アバレッド、アバレブルー、アバレイエロー。なんとアニメ釣りバカ日誌にも登場しています。暴れた数だけ優しさを知る。特装戦隊デカレンジャー。特装戦隊デカレンジャー。
モチーフは警察。胸の半分に数字がデザインされてます。デカレッド、デカブルー、デカグリーン、デカイエロー、デカピンク。優秀な SF 作品に贈られる星雲賞受賞。レディトゥーゴー、銀河の果てまで追いかけてゆく。魔法戦隊マジレンジャー。モチーフは魔法使い動物。マジレッド、マジイエロー、マジブルー、マジピンク、マジグリーン。エンディングダンスが可愛い。黄色の腰で検索すれば幸せになれるよ。マジジルマジンガー、マジジルママジジンガー。ゴーゴー戦隊冒険者。ゴーゴー戦隊冒険者。モチーフはトレジャーハンターと車。胸のマークが冒険者らしいコンパス風です。冒険レッド、冒険ブラック、冒険ブルー、冒険イエロー、冒険ピンク。レッドの高橋光臣さんは下町ロケットで名演でしたね。チーフスタートアップ、あずき命、シットアップ、早き自信を。銃剣戦隊激レンジャー。銃剣戦隊激レンジャー。モチーフは拳法と動物。激レッド、激イエロー、激ブルー。シリーズで唯一ベルトなしのスタイリッシュデザイン。心と技と体から。エンジン戦隊ゴーオンジャー。エンジン戦隊ゴーオンジャー。モチーフは車、動物。ゴーオンレッド、ゴーオンブルー、ゴーオンイエロー、ゴーオングリーン、ゴーオンブラック。敵の女幹部には及川奈緒さんが出演で、お父さんも大喜び。一人じゃないんだその声で、スピードアップ、勇気が加速する。侍戦隊真剣じゃ。侍戦隊真剣じゃ。モチーフは侍と書道。真剣レッド、真剣ブルー、真剣ピンク、真剣グリーン、真剣イエロー。レッドは松坂桃李さん。とのいびつ相乗天下ごめん。戦争戦隊ご聖者。転送戦隊ご聖者。モチーフは天使。ご聖レッド、ご聖ピンク、ご聖ブラック、ご聖イエロー、ご聖ブルー。レッドは千葉雄大さん。売れっ子が続いてますね。空に輝くレインボー、レインボー、正義の仲間、集合集合。海賊戦隊ゴーカイジャー。海賊戦隊ゴーカイジャー。モチーフは海賊。豪快レッド、豪快ブルー、豪快イエロー、豪快グリーン、豪快ピンク。レンジャーキーで歴代戦隊に変身できます。ブルーの山田裕貴さんが売れましたね。確かめたいぜ、みんな同じじゃないから、やりたいことをやってやれ。匿名戦隊ゴーバスターズ。匿名戦隊ゴーバスターズ。モチーフはスパイと動物。レッドバスター、ブルーバスター、イエローバスター。サングラス風のマスクが渋いデザインです。イエローの小宮ありささんがラブライブの声優でも活躍。バスターズレディーゴー、この決意アンブレーカボー。充電戦隊恐竜ジャー。モチーフは恐竜とサンバ。恐竜レッド、恐竜ブラック、恐竜ブルー、恐竜グリーン、恐竜ピンク。韓国では社会現象になるほど人気になりました。ムッドマンソヤンジャモッド、あちこち噛みついて、誰にも止められない。列車戦隊特急ジャー。モチーフは鉄道。脚本は仮面ライダー電王と同じ小林靖子さん。特急1号、特急2号、特急3号、特急4号、特急5号。志尊淳、横浜流星を送り出したイケメン戦隊。ね、次はどんな列車に会えそう、乗れそう、じりり待ちきれないよ。手裏剣戦隊ニンニンジャー。モチーフは忍者、手裏剣、赤忍者、青忍者、黄忍者、白忍者、桃忍者、赤、青など場面を使うのはなんとオレンジャー以来。なんじゃもんじゃ忍者、おえおえを忍ぶつもりはござらぬよ。動物戦隊獣王ジャー。モチーフは動物。獣王イーグル、獣王シャーク、獣王ライオン、獣王エレファン、獣王タイガー。5人のうち人間はレッドだけで、あとは世界人の獣マン。本能覚醒、最強の王ジャー、獣王ジャー。宇宙戦隊獣レンジャー。
宇宙戦隊キューレンジャー、モチーフは宇宙、星座、シシレッド、サソリオレンジ、オオカミブルー、天秤ゴールド、オウシブラック、ヘビ使いシルバー、カメレオングリーン、ワシピンク、カジキイエロー。エンディングダンスの振りの一部が途中から変わってしまいました。振り付けが卑猥だというクレームのせいではないかと噂されてました。私は好きだったのにな。キューキュー、たまたまたまキューキュー、一二の三で地球を救う。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー。モチーフは怪盗、警察、ルパンレッド、ルパンブルー、ルパンイエロー、パトレン1号、パトレン2号、パトレン3号。ルパンイエローは元モーニング娘。の工藤遥さんです。逃がさないわ、パトレンジャー一緒だ。騎竜戦隊竜装ジャー。モチーフは恐竜と騎士、竜装レッド、竜装ブルー、竜装ピンク、竜装グリーン、竜装ブラック。恐竜モチーフはこれで4代目。平成最後で令和初の戦隊。憲法入ったちないとじゃないと、力いっぱい竜装ジャンプ。キラメイジャー。マシン戦隊キラメイジャー。モチーフは宝石と乗り物、キラメイレッド、キラメイイエロー、キラメイグリーン、キラメイブルー、キラメイピンク。各エピソードのタイトルは映画のパロディーとなっていて面白いです。マシンダンシン、キラキラフルルキラメイジャー。楽しい時でもピンチでも